ここが天地橋。さて、ここからが任務本番だ。おっす。よし、それじゃナルトたちは物陰に隠れていてくれ。まずは僕がサソリに変化して情報を引き出してみる。緊急の際は僕が合図を送るから、その時は一斉に出てきて援護を頼む。わかりました。そろそろか。お久しぶりです、サソリ様。こいつは5年ぶりですね。薬師カブト、こいつが暁のスパイだったのか。尾行は大丈夫です。ただあまり時間をかけるわけにはいきませんが。では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所とウチハサスケの情報をくれ。アジトはいくつもあって、居場所がバレぬよう一定期間ごとに各所を転々と移動して、今はここから北にあるアジトに潜伏していて、そこにウチハサスケもいます。そうか。では次は僕がいただく番ですね。すぐに例のものを渡してください。僕もこれ以上ゆっくりはしていられません。あなたとこうしていることがオロチマルにバレたら僕は消されてしまう。わかった。限界だな。もうここら辺でやるしかない。面白そうな話ね。私も会話に混ぜてもらえるかしら。オロチマル。その装束、懐かしいわね、サソリ。兜をつけてきたのか。何？少し礼を言おうと思ってね。あなたが送り込んでくれたその子、すごく重宝したわ。まずいな。これ以上は、迂闊な行動はできない。僕がオロチマルを引きつけます。サソリ様はその援護を。カブトがオロチマルを引きつけている間に、一度距離を取るか。ん？バカな。バレていたのか。最初からバレバレなんだよ。どういうことだ、カブト。お前は暁のスパイのはず。僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでも。オロチマルの術に落ちたか。いや違うな。僕はただオロチマル様のお考えに共感しただけさ。己の意志だ。さて、そろそろ後ろにいる子ネズミ3匹ここへ呼んだらどう。全てお見通しってわけか。また君か。幾度か見た顔ね。九尾の子もいるみたいだし。サスケを返せ。返せはないだろう、ナルト君。ずれてるよ、それ。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだよ。てめえ。サスケ君のことが知りたいな。力ずくで私から聞き出してみなさい。できればだけど。持ち上がれ、ナルト。おっと、ここから先へは行かせないよ、カブト。オロチマル様はナルト君と遊びたがっているんだ。邪魔をしたらすぐに消される。いや、ちょっと違うか。あの二人の戦いに
僕らが入り込む隙なんてないというのが。来たわね。憎いかしら。オロチマル。そんな風になっちまったんだ。お前は。俺には俺の道がある。オロチマルのところに。面白くなりそうじゃない。少し遊んであげるわ。サスケよ、返しやがれ。サスケくん、うっしゃいけん。うるしゃいけん。てめえよ、俺が。遊びは終わりよ。これでどう？そのデート、私のサスケくん以下ね。俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえ。
ときなさい。私にはサスケ君がいる。早々にオロチマル様と合流しなければ。カブト、サクラ、カブトは後だ。今はナルトの元にどうやら最悪の展開になっているようだ。そろそろか。ナルトは急がなくては。
愛がいないんです。どこにも。サイメイ、ついに動き出したか。だけど今は。これは。ナルト？ナルトなの？やっぱり予想通りだ。キュービの封印が解けかかってる。ナルト！サクラ、慌てるな。でも、ナルト。大丈夫だ。こういう。え？僕ならナルトを元通りにできる。ヤマト隊長が？とにかくナルトを。はい。動きが止まった。よし、火影式自順術、各案に記念すべし。ナルトは大丈夫なんですか？ああ、なんとかキュービのチャクラを抑え込むって。僕はオロチマルの実験体だった頃があってね。そこで初代様の細胞を埋め込まれたんだ。ヤマト隊長が初代様の細胞を。初代様は美獣を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は、今回のようにナルトの力を沈めることができるんだよ。そうだったんですか。あの、サイのことはもう分かってる。え？ま、そのことは後で説明するよ。そろそろナルトも目を。ナルト！あれ、サ。俺ってば。よかった。